コラボス、関西百名山。ワウワウ。市駅にやってまいりました。今日は大トレ全中ではなく、純粋に二条山を楽しもうというプランです。じゃあ今日も元気に行ってみましょう。雪積もってる。地元の高校生がこんな雪積もってるの初めて見たわ言うてました。もう極寒です、極寒。今日どこ行くか言うた。二条山を目指します。はい、純粋に二条山を楽しみます。はい、もう真っ白です。おお、これね、綺麗よね、面白いね。三角山が全部真っ白。朝日が当たってなかなかいい感じやね。葛城金剛は曇って見えません。うん、今日も天気変わりやすそうやね。ちょっと裏道です。お、南阪奈道路の下を通って、これ近鉄、左側近鉄の線路。この道のおすすめポイントは何ですか？そこの国道にすぐ出てくる。ちょっと近いの。普通に国道ちょっと近い。あ、綺麗だ。いい朝日。はい、車道に出てきました。はい、ここは車が通るから危ないね。あの、セブンイレブンとこまっすぐ行ったらここになるってこと？いや、あとはまた曲がらなあかん。あ、そうだね。じゃあこの裏道はめっちゃ便利なわけね。うん、ここまっすぐ行って穴もし峠を越えてドンズルボへ向かいます。はい、途中大トロ北入り口があります。はい、右側見えてるのが二条山やで。おー、ちっちゃでも遠くから見ると大きく見えるよね。うっすらあそこに書いてますね。これが大トロ北入り口です。そして起点は本当はここじゃなくて、ここドンズルボって書いてますね。もうちょっとまっすぐ行ったところ、左側に入り口があるんですよ。なかなかね、変わった景色なんで行ってみたいと思います。奈良県に入ります。うん、柏橋。ここまで氷山にですね。荒虫峠を今越えてきました。どんずる坊へ向かってます。はい、来ました、ドンズル坊。時刻は8時4分。上野大使駅から3キロで到着です。ここですよ、ここです。前ね、ちょっとね、わからへんかったんやけどね。じゃーん、これが起点です、ここがね。こっから二条山まで2キロ。はい。はい、そして、この階段を登って、天然記念物なんかな、これ。天然記念物。おー、ドンズル坊。へー。そうやね、二条山は火山だったんですよ、皆さん。千数百年前火山だったらしいです、二条山は。よいしょ。なんか普通やな逆に雪が積もると感じがようわからんな。そうやなすごいね。すごいな。二条山です、はい、この角度から見ると正直何のこっちゃよく見えません。どっちがおだけでしょうか。いやー、でもこの雪煙な感じがね、私初めて見た。こんな雪をまとった二条山、綺麗ね。今日なかなかついてます、はい、道の駅に向かってます。はい、見えてきました、道の駅二上パーク。はい、これはですね、あのチャレンジ大統領のスタート地点でもあるんですね。私大昔一人で来て、なんかかすかに記憶があります。ここまで来てやっと思い出しました。ここが今日の、スタート地点というか登山口。マジか。
はい、奥に桂木山と本郷山が見えてます今日は大岩ルートで登ってみたいと思っております。ヘッポコ登山さんの YouTube を見てきました。はい、行きました。うまくトレースできるでしょうか。はい、8時50分です。距離は、上野大社駅から 7.4 キロ。ここでお手洗いをお借りしまして、いざ大岩ルート、まずはこの道をまっすぐね進んでいきたいと思います。まっすぐやってきましたね、二神パークのところから。でここをこう見えたら登山口まで 800m、 笠戸方面に行きます。凍ってるやん。民族文化財だそうです。あの上のところに阿弥陀像を収めてあると。この傘みたいな形やから傘道って言うそうですね。はい、そうらしいです。いつもあの大統領のルートでからしか来ないので、こういうとこ初めて来ました。ちょっと新鮮。はい、あーめっちゃ怖い。すごい、鳥も寒い寒い言うてます。全然人懐っこくて逃げないしね。向こう行け言うとんねこれ。そうな、向こう行っとるやろ、みんな向こう行っとるやろ。なんでなんかいいのあの場所ペリカンみたいやね、あの口ちょっと、かわいいはい、今日は二条山へ行きます行きますか。ヘッポコ登山の YouTube を見て、はい、来ました。来ましたね。ひろゆきさんの真似をしております。りゅうちゃんです。そして、わあ、いいね。引かさせてきましたよ。トップの写真に載ってた鳥たちが、あそこに来てくれて、ちょっと嬉しいね。かわいい。餌ないぞ、来て。おー、みんな慣れてる。さあ、ちょっと、視界には役不足でしたが。りゅうじさん。ああ、大空になってきたね。いざ。スタート。スタート。今日の登山、スタート。行ってみましょう。いよいよ、ドンズルボンもね、貸し切りの雪の上をね、自分の足跡だけが残ってすごい気持ちよかったね。うん、この青と山の緑いいね。時刻は9時15分。やってきました。裏地蔵さんですかね。こう右手に見えてきました。はい、あの古墳からずっと一本道で迷うことないですね。はい、ここをまだここじゃないらしいですね。この道を前ヘッポコさんたちが行きはったよね。そう。最初は。これだっていかにも行けって感じやもんね。来いって感じ見えるけど、でもここはスルーしてもうちょっとまっすぐ。はい、9時18分です。距離は 9.2 キロ。優先地が見えますね。はい、ヘッポコさんたちの動画を拝見しておいてよかったです。これ絶対わからんわ。こう見えたらここだそうです。これかほんまに。えこれかほんまに。絵面を覚えてるもん、絶対これや。何も書いてへんやん。そうや。登山開始です。今日の登山開始です。お、美しいね。なかなかね、急な勾配やね。そうやな。名前ちょっとあかんで、二条さん。いやでもこんだけ急勾配で進んでいくとあっちゅう間についてしまいそうな。あーでも綺麗やなこれ。わーいいね。おー、あれがあれちゃん。
どれがどれ目だけか子だけか知らんけど。ああ、そうなのかな。固まるやろ。ああ、こうポコポコで。あ、なるほど。よし、近づこう。ロープが出てきました。先に行ってる人の足跡がついてるからちょっと安心して進めるね。おお、雪乗り店やね。あ、そうやね。じゃあ行ってみます。ところが7本が一望なんで。おお、はい、ありがとうございます。男性曰くここはマニアしか来おへん、地図にも載ってない道とおっしゃってましたが、男性おっちゃんか。ああ、なるほどなるほど、同じ景色や。これが大岩な。あ、そうやそうや、大岩や。確かに気をつけてやるじゃん。はい、うわすごい。わ、めっちゃすごい。めっちゃすごい。こっちの方がすごいよね。ちょっとそれで。めっちゃすごい。ちょっと滑るから気をつけてな。ここすごいよ、ここ。ここすごい。じゃーん。これはね、何で二条山よりも感動したかも。すごい。おぉ。すご。すごい。雪がまた。かぶって綺麗。へえ。雪化粧。大岩ルートです。すごい。すれ違ったおっちゃんに大岩ルートかって聞いたら、こんなとこ道に名前ついてないって言われました。マニアしか来へんらしいです。あのこれ岩なんかなあ言うて、まあ、でも確かに岩ですね。これ思って大岩っていうやね。ああ、いや素晴らしい素晴らしい。いいね。はい、マイナーコースにしてはものすごい綺麗に目踏み跡がついてる道ですよこれ。うまいな。出会い坂です。おー、あ、休憩したかったとこで。おー、はいはい、時刻は9時44分です。いやー、ようさん整備された気持ちいい道やね。おー、手作り感満載の手作りと。時刻は9時51分です。この道すごく分かりやすい道だったんですが、初めて分岐っぽいのが現れたときに我々は右に取ったんですけど、それは道なりに左が正しかったようです。そうするとこの分岐がまた見えてきまして、そうするとあれ、あそこにベンチありますね。大瀬坂。おお、こっちだ。うん、へえ。トップやな、ね。風吹いてきました。これ。おお。いよいよ大竹です。9時58分です。
どこでしょうか。ここは大岳山頂ですね。三角点はどこでしょうか。一番盛り上がってるとこというと、ちょっと微妙ですけどね、ちょっとわからないですね。ここかな。何度？0度かな。よし。どこですか？時刻は10時9分です。10センチ。おお。こっからでも登ってくれないな。ということやね。大岩通れへんかった。はい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 。馬乗せ。ここ馬乗せ。あ、目だけまであと100メーター。ここお手洗いあるとこやね。はい。こっち行ったらさがダイヤモンドトレイルの。はいはいはい。ルート？あ、なるほど。で、ここ目だけね。そう。で、ちょっとお手洗い借りましょうかね。はい。10時15分第、さっき6座言うたけど7座でした。ごめんなさい。7座目、目だけやりました。目だけです。うわ、いや、やっぱり 100m に選ばれるだけあっていい山やね。もう景色がもう一望できて、おー、素晴らしい。あっちがさっき行ってきた山やな。あー、あー、いい山。寒うって昼寝もできひんわ言うてはったね。こっち奈良の方が見えるよ。おー、これはいい展望やわ。もう桂木山が見えるやん。岩屋方面を行ってきます。あ、はい、下山です。いいね、三角の四角が真っ白ね。うん、岩屋、岩屋。雲のダイヤモンドトレイルの道に入ってきました。はい、竹の内峠方面ですね。はい、かなり凍ってて危ないです、この辺は。超えるで。車道出てきました。はい、10時43分です。竹の内、はい、峠、竹の内峠。竹の内街道に入ります。ふっかふか、雪はね、音を吸収するらしいよ。雪はまじやけに静けさがもうシーンとしてるなって前から思ったけど、やっぱり吸収するんやって、この雪が。らしいです。今日のおやつ。ねえ、バナナオートミールクッキー。これですね、手でバナナぐじゅぐじゅに潰して、そこに、レーズンと、イチジク刻んだのを入れてますね。で、オートミールで適当な硬さにして、オーブンで焼くだけ、うん、シンプルイズベスト、うん、腹持ちもいいし美味しいね、うんうん、はい、国道に出てきました、はい、出てきました。時刻は10時53分、距離は14キロです。166号線です。はい、を走ってある目的地を目指したいと思います。はい、ちょっと歩道なくって車通りが多いので気をつけて右側を走りましょう。ここでこう入って急の街道やね、これは。はいはい、街道っぽいよね、はい、竹の内街道です。はい、竹
内海藤です。ああこれマンホールかわいいのあるね。このボタンの花が有名なんやね。はい、マデラね。うん、でこれ二条山やね、うん。これ撮りたいね。二条山って1個しかない。え、こうポコポコやろ。おー。リュウちゃん知らんかったん？うん。するや。松尾芭蕉ゆかりの。なんて読むの？こうわからんな。あ、トイレあるわ。トイレも付いとった。お邪魔します。お邪魔しますって感じだね。芭蕉さん。この道路沿いにすぐここですね。県道30号線沿いです。タイマテラのそばです。あ、ちょっと来てください。こんなのですよ。これ和そばでありながらね、この熱々の焼いた、ほんまにリアル瓦の上に乗ってるんですよ。だからパリッとした食感、もうこの肉ともまた旨味がじゅわっと染んでて、このレモンの酸味と甘めのタレと相まって、まあ何しかツボなんですよ。私ツボなんです。では早速食してみたいと思います。下関の郷土料理らしいです。あ、そうですね。はい、練り天セットにしたので、練り天がやってきました。ごぼうと玉ねぎと、枝豆だそうです。では早速いただいてみたいと思います。いただきます。入れてもね、すごく美味しい。サクサク揚げてて、ルイさん、ルイさん、はい、熱々ですよ。どうぞいただいてみてください。うん、あのピリ辛で美味しいね。ピリッと。これビールからだね。ビールいただきましょうか。うん、はい、言ってみましょう、ビール。我慢できずにビールもやっております、すでに。来ましたよ、これです。これで2人前乗ってます。お出汁にこの大根おろしとレモンを入れて食べるんですね。では早速、あの七通りのまずね、このもみじおろしとレモンをこのお出汁に入れるんですよ。入れますね。で、ここのパリパリが好きな人は早めにこれを広げるのがおすすめです。私好きなんで広げます。で、このお蕎麦をパリパリ、これちょっと諦めます。入れてで、ポイントはこの肉にね、下味がね、ものすごくよくついてるんですよ。いただきます。しっかり茶の味がするのと、食感と味がものすごく好み。あの機会があればぜひ一度飲みください。ビジュアル負けしてません、お味です。はい、食べてあげるやん。そうこの柔らかい食感とこのパリパリの食感を二度楽しめるというのが売りね。はい、シューマイ。あ、そうそう、いきます。あの、初めて頼みました、これですね。オープン。うわ、めっちゃ美味しそう。では早速、このもみじおろしとポン酢です。いただきたいと思います。
うまいんやな。美味しいらしいです。何にもなくなりました。するとリアル河原っていうのが分かりますね。でこれ100円プラスでドリンクセットにできるというスッキーとってもお得なんです。でもう一気に満席になりました、うん、お昼近いんでね。ビールは2本飲みました、はい、お酒は済みました。下関の小さな漁師町にある練り天屋の孫娘が関西に嫁ぎ、下関の味を奈良の皆様にお伝えいたしたく販売を始めました。創業昭和23年、橋本の味をぜひともご賞味ください。お持ち帰りも充実してるってことですね。バイ橋本商店パパウはい、時刻は11時50分。そうなんですよ、やっぱ早ではいいね。どうでしたか、ね、あ、はい、車来てるからね。練り天にやられました。あのしょっぱの練り天のごぼうのピリッと辛いのと熱々具合にもう完全にビールが進んだね。ちょっと顔赤らんでますけど大丈夫ですかこれこうあれの上着のせいじゃないですね。大丈夫ですか。ちょっと酔ってますよね。酔った酔ったね。そうお蕎麦もまたねあったね。あのビールにね、何が一番美味しかった。やっぱりお蕎麦。お蕎麦が美味しかった。蕎麦やな。あのパリッとしたのが好き。何が好きやのお蕎麦の。だしだし、あ、だし、甘めのだしが好きだよね。よかったね、味変わってなくって。もう我々が来た時はまだ一組しかいなかったんですが、もうあっという間に満席になってました。やっぱり美味しいものはよく流行る。バイ味の架け橋さんでした。また入っていっております。今からタイマデラの方へ向かって歩きます、はい、タイマデラはボタンが有名なお寺ですが、はい、お金がいりますので我々は入りません、はい、では駅に向かいましょう。タイマデラゴール。時刻は12時1分です。すごいね、あの朝早く出てくると早く午前中に終わるって素晴らしいですね、距離は17キロですかね、はい、ゴールしました。今日一番楽しかったのは何ですか。そうあの瓦そばが美味しかったそうです。いや久しぶりに食べたけどやっぱり変わらず美味しかったです。二条山もあの雪が積もってていつもとは違う全然違うあの顔を見せてくれました。大岩ルートもとっても楽しかったです。新しい景色が目に飛び込んできて今日も一日どうもありがとう。またねヘッポドダンさんありがとう。言うとこな、ヘ